大変申し訳ありませんでした。皆さんにね、ちょっと謝罪があります。今まで行ってきた悪行、罪を今日はちょっと暴露しようと思います。まずこれ結構直近の話なんですけど、最近実写動画をやるって言ってこういう動画あげたんですよ。で、ここで実写動画で使う飲み物を募集しますっていう動画だったんですけど、これを、まあ、ゴールデンウィーク中にやりますって言ったんですけど、これをまだやってないと。で、放置期間1ヶ月半。いや、もう2ヶ月に差し掛かろうとします。大変申し訳ありませんでした。いや、これもうやる気なんですよ、僕としてはめっちゃ。で、飲み物も買ってきたんですよ。まあ、5月の頭に買って、もう冷蔵庫にもね入れたんですけど、久々に冷蔵庫開けて見てみたら賞味期限切れてました。もう2週間切れてます。早めにやります。これはもう、これも1ヶ月くらい前に最終回を上げたコメント数の数だけで歩けるマインクラフトなんですけど、これで僕コメントを一番多くしてくれた方に表彰するって言ったんですよ。それをまだやってないと。放置期間約1ヶ月で、これもちょっと言い訳なんですけど、メインチャンネルで上げづらい、サブチャンでちょっと上げようかなと今考えてます。あと集計がめんどくさい、単純に。 集計がめんどくさい。やっぱね、コメントしていただいた方いっぱいいますので、さすがに表彰は僕も自身もしたいので、したい気持ちがありますので、僕も表彰したい気持ちが、6月中に上がったら奇跡。大変申し訳ありませんでした。もうまだまだあります、放置してる企画で。こちら気づけたらすごい企画考えましたっていう動画なんですけど、質問募集して、その募集した質問を通常動画の中で視聴者に気づかれないようにこっそり答えるみたいな企画なんですけど、これもまだ2、3問ぐらいしか答えきれないと。放置期間9ヶ月。もうそろそろ年単位に行きますよ、これ。危なかった。いや、すでにアウトだけど、これに関してはちょっとできるか分かんないです。いや、やるかもしれない。で、これコメント来たらもしかしたらやるかもしれない。もしかしたらやるかもしれない。ただもう現状モチベーションはもう地の底。これについても申し訳ありませんでした。さあ、まだありますよ。これが皆さん一番ある意味楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。罰ゲームです。コメント数の数だけ歩けるマインクラフトっていう企画あったんですけど、これの罰ゲームでとんでもない罰ゲームがあったんですよ。これも1ヶ月貯めてますということで、で、これについても言い訳なんですけど、先言っときますね。やります。絶対にやります。1個怖いのが、これを上げることによってチャンネル登録者数がもう0人になるんじゃないかという危険性で、もう一つはゲームの選択を間違えちゃうとチャンネルがバンされる可能性。これと今戦ってます。正直この罰ゲーム決まった時もうマジで全くの無計画だったので、ゲーム探してたんですよ、ずっと僕一人で。いいゲームを何本か見つかったんですよ。で、やろうと思うんですけど、あ、明日でいっか。1ヶ月。でも、6月中に絶対。6月中にあげる。6月中にあげなかったら、もう登録解除してくれていいもん。さあ、まだあります。まあ、これが最後なんですけど、これちょっと僕の昔のチャンネルなんですけど、こういう動画を開けたんですよ。質問を募集してる動画なんですけど、まだ回答できてないということで、放置期間、4年。もうやらん。